はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢でございます。矢村氏様、龍斗様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠にありがたく頂戴いたします。政治活動資金させていただきたいと思います。北村様、草加市ポスボラお申し出ありがとうございます。引き続きまして、草加市で、ボランティアさん、ポスティングしてくださるボランティアさん大募集であります。よろしくお願いいたします。朝日新聞、日本政府反撃能力獲得について有識者会議開催、賛成が大勢だったのよ、誰か騒いでちょうだいと、記事にしました。共産党唯一の参院選で選挙区当選、あとは比例、希望の星の山添拓、有識者との意見交換、公表された用紙を確認したが、議事録でも議事概要でもなく発言者もわからない、意見の羅列で、交換の経過も不明と、やはり我々も左翼の使ってる日本語を理解できないが、それは相手方も同じだった模様です。山添もよくわかんないと、有識者、発言者が誰ともわからない、これわかったらお前ら攻撃するだろう、何癖嫌がらせ群がってくんだろう、大声、論より大声嫌がらせが党勢の共産党のことですからね。さらに山添、それでいて専守防衛には限界、反撃能力が必要、 2% を50年でなど好き放題、どこが憲法9条との関係についての議論は見当たらず、不平不満が渦巻いているようですけれども、専守防衛は限界、反撃能力が必要、5年から10年で防衛費 2%、これのどこが好き放題なんだか、こちら側も理解できない、あいつらの喋ってる日本語は全然理解できない、反撃能力が必要が、あれらにとっては言語道断で許しがたい好き放題ってことなのかな。あいつら人民軍に日本を侵略させたい外観誘致主義者じゃないですか。反撃能力が必要、日本は反撃せずに黙って殺されてるっていうのが9条、9条を守れって、何万回も言ってるのが共産党、いや反撃能力が必要でしょう、なければ相手の弾頭がなくなるまで、それこそね好き放題に攻撃されるじゃん、手持ちのミサイル撃ち尽くすまでやられちゃうじゃん。ネットの反応です。そりゃ反撃能力は必要でしょ、反日活動ばっかしてないでちょっと勉強したらどうですか。憲法9条で守ってもらってるなんて思ってるやつ、お前らのお仲間ぐらいで他はほとんどいない。有識者が誰か分かったら吊るし上げる共産党。中国が日本の EEZ 内にミサイル撃ち込んでるのに何を寝ぼけたこと言ってんの。寝ぼけてはいないんですよ、外観誘致主義なだけでね。ロシアウクライナ戦争が終わらない原因はウクライナがロシア本土を攻撃しないからだ、これできないんだがしないんだが、アメリカあたりに止められてんだがよくは知りませんけれども、まあ長引いてるのはそのせいでしょうね。救助なんかありがたがってるのはお前らだけ、日本人の命を守る防衛を妨害すんのいい加減にしろ、頑張れ山添共産党、真実に負けるな、あという感じでしょうか。専守防衛には限界あるし、反撃能力は必要だしという真実に負けるな。9条との関係について議論は見当たらずって、9条はね帝国が他国を侵略するのを制限するものだって、逆の場合は関係ないですからね。他国が日本を侵略する場合は9条は関係ありませんので、山添は確か弁護士だったような気がするけど、外観誘致主義優先で法理など吹っ飛んでいるんでしょうか。専門家が専門分野で嘘をつく、それが左翼であります。まあねどんな嘘もためられませんけれどもね。革命で権力さえ握ればですね、あとはどうとでもなる、騙されたと文句言うやつは消せばいいって考えてる共産主義者はどんな嘘もためられません。それが証拠に富の集約のことは一切言わない、富の平等分配のためには富の集約が必ず必要で、それには必ず流血が伴う、っていうのを言いません一言も。全てをね共産党の所有物にしてですね、人民の労働力も財産も全て、
そんで、あの、計算して、測って、からじゃないと平等に分配できないじゃないですか。でも、過半数、まあ、半分ぐらいは、そんなね、あの、嫁も子供も労働者によこせ、言われて、黙ってる人らじゃないじゃないですか。必ず、あの、殺人と流血が伴うんですよ。共産新革命には。それをね、絶対言わない。嘘つき共産党。法理を分かってて嘘ついてんですかね、あの山添ぐらいの漢文だとね、騙されてそう言ってんじゃなくて、やはりあの左翼の使ってる日本語は我々のとは違うな、向こうの言ってること理解できないし、向こうも同様に我々が言ってることを理解できない、山添が言っております。もはやあの左翼言語とでも呼ぶべきなのかな、日本語のようで日本語ではない。帝国にとって円安は善。円安に良いも悪いも念円ですからね。4月6月期の全産業経常利益が 17.6% 増。円安で過去最大に。だそうであります。3分の1の企業が過去最高益更新した。円安で儲かった。円安で儲かってるとこは、余計な嫉妬買わないように黙ってんですよね。いや、儲かってしょうがねえなって、言わねえんですよ。嫉妬されるからね。民主党政権は円高を放置した。これだけでね、円高は帝国にとって良くないことだって理解できるでしょ。これだけで。民主党の反対が善であるとするならさ、ネットの反応です。日本の上場企業の3分の1が過去最高益更新なら給料上げろよ、こら上がってんだろバカ。トヨタは直近5年間で実質年収150万円ぐらい上がってるぞ。本年度賃金を引き上げた企業8割以上に前年度大きく上回る、ソース付きで掘れって言ってますね。原発動かして電気代を安くすればもっと行くのにな。円高誘導で日本を滅ぼそうとした奴らをリズメで中継追求しないと、吊るさないと、けじめ取らないと、パノモノ円安で日本終わったとか言ってるけどうち輸出企業笑いが止まらん、まあこそっとネットに書いたりするんだろうな。左翼はいつも日本終わったって言ってますんで、円安でも日本終わった、円高でも日本終わった、じゃあどっかに移住したらどうかなって思うんですけど、引っ越しされたらいかがですか。連中にとって状況が悪いほど商売繁盛、心の弱った人に近づくカルトと一緒でね、左翼は日本がダメだでないと都合が悪い。その理由はですね、千年王国で検索してみてください。ウィキペディアに詳しく載っております。なんで左翼は日本がダメだ、日本が悪い、日本は終わったって言う風じゃないとダメなのか、都合悪いのか。千年王国で検索してみてください。安倍が最後の聖戦も佳境ですね。さあ、8月31日水曜日、国会前でいつもの総掛かりの連中が国葬上メロ集会開催しました。赤旗はもちろんですね、お仲間の TBS はヘリを出動して全力放送。だがそのヘリの映像で主催者発表4000人が怪しいってバレてしまう。ネットの反応です。400人ぐらいしか見えないが、てんてんてん。大して人おらんでしょ。これのどこに4000人もいるのやら。どう見てもそんなにいるのや。見えん。500人ってどこかな。400人も集まったんだ。すごいね。こういう連中のせいで警備費が増えるんだろうが、決まった顔ぶれ、決まった人数、高齢化が著しい活動部隊はいつも一緒と、いつもの総掛かりの連中ですね、文と高田から正式に仕切りを委譲された活動家菱山直子が仕切っておりまして、演説なんかも何やらぶっておりました。私は菱山にブロックされてるんで、ツイッターは見えないんですけれども、左翼のデモは10倍発表。これはいつもの話であります。ネットの時代即バレでね、またか。心底軽蔑される嘘なんですけれども、TBS しかテレビしか見てない情弱層は騙されんでしょうね。国葬反対の方が
多いのかなんつってそんな認識でね、さらに毎日テレビを見続けるもんだから新たな嘘の追加でですね、ますます洗脳の上に洗脳を重ねて洗脳が深くなってしまう、これが我々と日本語通じなくなる理由でしょうね。そこまで洗脳が深くなれば一丁上がりと、安倍は嘘つきだ、なぜなら安倍は嘘つきだからだとかわけわかんねえことを口走るようになっていくんですよね。テレビを捨てることでゆっくり改善に向かいます。テレビ見続け洗脳され続けでは安倍側が深くなるばっかで改善見込めませんのでね。メロン250個盗まれる、出荷量日本一の茨城、いちじく900個盗まれる、新潟市ブランド腰のしずく、ネットの反応です。犯人の国籍分かっちゃった、すぐ腐りそうなものまで盗むのかよ、落ちてた拾っただけ、駅前でメロン売りの軽トラを何度も見た、都内でリヤカーで果物売ってる野郎、農家がかわいそうで見てられんわ、盗むばっかで育てるって概念はねえのかよ、組織的な農作物大規模盗難事件多発で農家向けの盗難保険商品が開発されるんではないでしょうか。保険料は当然代金に転嫁されるので値段上がっちゃいますね。農家も消費者もルーズルーズ、このね果物を盗む連中のせいで外国人が出入りしている野菜なんかすぐ上がんだろうが、健康防止つれづれ草でこういうことを書いております。誰も行かないような山奥で小さな作物の畑に柵があってさ、興ざめなことよ。でつれづれ草にも書いてありますね、これが通用しなくなっちゃうね日本では。このままでは日本が世界に誇る無人販売所も成立しなくなっちゃいますね。の組織、犯罪組織のせいでね、年間何千人って規模で失踪者出してる外国人実習制度、特定技能制度、今すぐやめろっつうのね。岸田総理の弟が受け入れ会社経営しててもそんなの知らねえって。麻生副総理が日本ミャンマー協会の理事でそこ通さないと日本で働けないってそんなの知らねえってね。こういうのは国内で盗難を繰り返す犯罪組織も許しがたいんですけど、それをね、原因は分かってんのに、やめない自民党も許しがたいんですけど、実習制度と特定技能制度でね、原因は、種子泥棒、種泥棒を推奨してる国家も許しがたいなぁ。石川県が開発した高級ぶどう、ルビーロマンと称するぶどうが、韓国で流通している問題で DNA 鑑定の結果同じ遺伝子、苗木流出か、これ金沢新聞に載りました。ネットの反応です。やっぱりか、こういうのなんとかならんのか、苦労して金かけて作ってもパクられて安いの出されて、シャマインマスカットだってそうだし、もううんざりげんなり、だから農業実習生なんかもうやめろ、これちゃんと外交問題にして謝罪と賠償させないとダメ、農水省外務省仕事しろ。元々が竹島を侵略している敵国ですよ。その人民をね、農業実習とか特定技能だっつって受け入れとかどういうことだって話なんで自由に入国させんのか、敵国人なのに。シリア国内をね、イスラエル人が自由に歩けます？シリアってイスラエルを地中海に叩き込むって公言してる国ですからね。どうせ日本韓国協会とかあってそこ通さないと実習できないとかそういう闇があんでしょう。調べてねえけど、どこもかしこも闇だらけで嫌になっちゃいますね。まさに興ざめ。自民党が完璧だったら私も立候補したりはしないんですけどね。苦労して品種改良した石川県の農家がかわいそうですわ。3年後はね、10人参院選に立てて、比例、全国比例で、使えるように私目指して頑張りますんで、皆様も応援よろしくお願いいたします。まずは地味に地道に地方議員を何名か、
誕生させることに注力いたします。参院選の準備としてね、直近のは10月23日投票日の草加市市議会選挙に我が党から内田が出ておりますんで、皆様も応援よろしくお願いいたします。あとはもちろん立候補してくださる地区支部長も大募集しておりますんで、我こそはと思う方は手を挙げてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。